最近なんか夜9時に寝落ちして11時に起きて夜中の2時半3時ぐらいまで起きてるっていうパターンが多いんですけど、大丈夫かな。どうもプロスピオナンバーワン芸人の大野武です。よろしくお願いします。大野ちゃんです。よろしくお願いします。さあ、プロスピ始まって以来、最大の、最低のグダグダ加減のね、まあまあ今ももうグダグダなんだけど、グダグダなオープニングから始まりました。涌井さんも画面自由セブライズございます。無課金赤でございます。よろしくお願いします。いやー、グダリグダリってことでね、もうほんとグダグダでしたね。ということでここからパッパと行きましょう。まずね、プロスピコロシアムの累計を開封したいと思います。ありたます。で、累計開封した後そのままもう流れでリアタイと、ラウンド戦という形でいきたいと思います。よろしくお願いします。早速開封しましょう。さあ、じゃあね、プロスピコロシアムの累計開封していきたいと思います。まあ狙いは西武の選手か、まあ巨人の、まあ、強い選手、あと山本由伸さんとかマー君とか、そこら辺が欲しいですね。はい、ではいきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、どんな選手が待っているんでしょうか。まあ、めちゃめちゃ楽しいのは、まあ、エースってやつってね、やっぱ、まあ、無料でエースの、ね、選手が手に入るってことで、絶対にこういうイベントはやった方がいいです。はい、間違いないです。誰が来るんでしょうか。お願いします。おい、神引き継承させていただきます。ありがとうございます。さあ、じゃあランク戦やっていきましょう。高校ですね。はい、藤波君でいきたいと思います。いやー、マジで神引いちゃったね、大野ちゃん、マジで。うーん、まあね、あの契約書からの流れで今ここランク戦やってますけども、もう今ね、ワクワクしてます。はい、今ね、長三の森さんが僕いるんですよ。長三の森さん、そう、2020の私立かなの森さんがいて、そうで、そこから継承して長三で、A ランクマックスが2枚いるんで極み確定です。ありたます、ありたますでしょ、これ。本当にマジの神引きだったわ。超嬉しいです。もう今リアタイとかじゃなくて、もう神引いたことがあるし、もう近日、もう近日、森友哉使ってみてやりますので、ぜひとも楽しみにしてください。そう、スーテさん、よろしくお願いします。これさ、俺もう松井和夫さんもいるしさ、山川さんもいるし、ほんとさ、もう西武純正めっちゃ強くなってるかもしんない。今年のスピリーグむっちゃ楽しみなんだけど、セーブで出るんで、昔のは。もうだから、ワンチャン俺、どっちともリボン狙おうかな、マジで。はい、ナイバチ、これ落ちるわ。セーブ。マジで、ワンチャン俺、こっちでもリボン狙おうかな。スピリーグ、セーブ、純正でも頑張ろう。多分、あの、日ハムの方はもう、メインの方はスパートかけて、最初から。もう本当にレート7500ぐらいも上げといて、もうステイずっとで、西武純正にちょっと力入れてみると、そんな感じでいこうかな。スピリーグマジでちょっとこっちも狙いたくなってきた。ああ、これも落ちるわ、ごめんなさい、これも落ちるんです。さあ、そして3番ウィチュロー鈴木ですね。大宮に3出てきた。あ、いや、A ランクの宮城さん、変化量マネージ OK、 いいよ。うん、これは小さい方が、それもわからないくらいよ。なるほど、そうですね。やーか、やってもうた。ちょ、ま、全然わからん。これ小さい方なのか大きい方なのか全然わからん。うん、これ、あ、なるほどね、大きい方全然見せてくれないのね。うん、内防、今のは内防。警察を狙ってきていることは十分承知でしょう。バッターの中村、もう全然見せてくんないね、大きい。あれが大きい方なの。
もはや。わずかに外れてボール。ストライク入りません。もうちょっとわかんない。もういいわ。もう次積極的に振りに行く。5球目は何で来るか。ああ、今のが大きい方やん。来たやん、大きい方が。あらばっち、嘘やろ。あんなアウトの仕方ある？初めて見た。プロスピで俺初めて見た、あのアウトの仕方。さあ村上君行こう。いや、は今ね絶賛エペモバにドハマり中です。あ、エペモバやってます。まあ、あのパソコンが来るんで、パソコンで多分やると思うんですけど、エペックス、まあ、その前にちょっとこうエペモバでキャラの特性とか知りつつ、そう、今ね結構ね、今んとこね実はチャンピオンしかなってません。マジで、マジで今んとこチャンピオンしかなってます。まあでもまだ2000ぐらいしかやってないんだけど、まあ結構ね、でも本当面白くて、周りの方がね今恵まれてんだよな。周りの方にめっちゃ恵まれてる。めっちゃ強い人と組んでる。なんか、チャンピオン取れてるっていう感じだね。めちゃおもろいんで、ちょっとエペモバマジで一回配信しようしてみようかなと思ってます。まあエペモバだと今 iPhone でね生放送撮影してやって配信してるんで、ちょっときっちりできないんで、あれなんですよ。マジで、パソコン届いたらやろうかな。フック君。フック君。さあ、じゃあちょっともうね、幾多の困難さんにちょっともう決めてもらうわ。幾多の困難さんにちょっともう試合決めてもらう。デッドバイデイライトはね、ちょっと時間なくてやってないしさ。田淵でごわす。まあ森さんが来たからもう多分はちょっと交代かな。せっかく解放したんだけど。そうですね、この起用に応えたい。でもちょっとまあでも多分はか森さんがどっちかな、迷うな。ただスピ3700なんだよね、多分はさんは。いや内房。じゃあもう無課金やかの秘密兵器で決めてもらうか。ソティ、もうソティで決めてもらうわ。広角出てるし。ソーティ、まあまあ OK でしょう。そして9番侍ジャパンの坂本勇人で決めてもらおうか。さあここで決める。隼人が決める。この前撮られてデートした写真撮られてた隼人で決める。めっちゃかっこよかったね。なるほど、そうですか。はい、ナイマッチ、ありがとうございました。さすがモテ男隼人、ありがとうございました。ということで近日森友哉使ってみたいと思います。ありがとうございました。